コンベア990コロナードコンベア990コリなどアメリカン航空のコンベア 990A コンベア990コロナードはアメリカ合衆国の大手航空機製造会社ジェネラルダイナミクス社のコンベア部門が開発、製造した中型ジェット旅客機、同社最後の旅客機となった。コンベア初のジェット旅客機コンベア880は 世界最速を歌い文句に花々しく登場したが、期待通りの性能が出せず、軍用から民生化した g e 製、c j 8 0 5から3バイトターボジェットエンジンの低整備性や騒音と黒煙、マイナートラブルの多発、トリッキーな操縦性、競合機に比べて少ないペイロードなど、数々の欠点が明らかになり、大幅な値引きにもかかわらず販売が伸び悩む。 また、ファースト、エコノミーの2クラスで90席前後の中距離機では、航空旅客需要の急増に追いつけない懸念から、ローンチカスタマーのアメリカン航空の要求に基づき、CV880 が進むぞらする前の1958年7月30日に、ゴーアヘッドが発表された。ガルーダ航空のコンベア990スイス航空の コンベア CV990 バリュブラジル航空のコンベア CV990 モハベ空港に放置されるコンベア c v 9 9 9章は CV600 で発売直前に CV990 に解消されたことからも自明な通り当初計画では CV600 こそが本命版であり中間的な CV880 は試作機を省いていきなり量産に入る クッククレイギープランによって CV600 に先行して開発され未完成状態のまま急いで市場投入された経緯がある。CV880 と基本設計を共通にしつつ主翼を重点に置いた空力特性の改善、客席とペイロードの増大、航続距離の延長、簡易式、ターボファンエンジンへの換装、電装系の信頼性向上策などが施された。 高揚力装置の解説系で事故が多発した CV880 最大の問題点だった離着陸性能の改善が図られた。さらに最大運用限界マフ波数を0.91まで引き上げるため、コンベア990の外見上の最大の特徴となるエリアルールに基づくスピードカプセルと称される防水系の筒が主翼公園からせり出すように付加された。 エンジンは従前移植の短軸式のままタービンの交流に自由回転するディスクを追加した他にほとんど類例がない構成の GECJ805 から23バイトに変更され若干の燃費改善とともに整備作業の簡素化を狙った胴体は CV880 より3.5メートルストレッチされファーストエコノミーの2クラスで106席を確保できるようになり 経済性が改善された。1961年1月24日に初飛行し、巡航速度マッハ0.91をキャッチフレーズに用いたものの、スピードカプセルの摩擦抵抗とエンジン由来の振動が予想以上に大きく、当時唯一導入したエリアルールもアオン速旅客機では効果が薄く、またしても諸性能が保証値を下回る結果となってしまった。しかし、 計画が予定よりすでに10ヶ月以上も遅延していたため、見切り発射的に FAA の対空照明を同年12月15日に取得し、翌1962年1月8日には第1号機をアメリカン航空に引き渡した。量産と並行して主翼の空力的見直しに着手し、全園スラットをクルーガーフラップに改め、付け根のフィンの形状を変更。 エンジンマウントを改良し、過労う手速度以外の計画値をクリアした。この改良型は 990A と称され、スイス航空やバリグブラジル航空、スカンジナビア航空に納入されたほか、後に全機が回収されたが、いずれの航空会社も太平洋や大西洋、横断路線などの長距離無着陸路線には就航させなかったため、長距離型派生のため、 外翼部に設けてあった予備燃料タンクのスペースは利用されることなく終わった。こうした点末から CV880 以来の不評を覆すには至らず CV880 を導入していた日本航空やデルタ航空だけでなく CV880 の開発を共に進めたトランスワールド航空からの発注もなかった。さらにアメリカン航空やスカンジナビア航空から オプション発注のキャンセルを受け、在庫を抱えたコンベア部門が深刻な経営危機に陥ったこともあって、1962年夏には受注を締め切り、わずか39機をもって製造ラインが閉じられた。しかし、CV880 が悩まされた、信頼性上の問題は解消されており、30年耐久を謳った製造品質も良好だったため、 スイス航空は1975年まで運用し、羽田でも姿を見ることができた。また、スペインのチャーター便会社スパンタックスやアメリカのポーツオブ、コールデンバーでは1980年代まで長距離国際線などで運用されていた。なお、CV880 同様、その細い胴体から貨物機に回収された機材はほとんどなかった。1980年代には、 全機が退役した。同乗、特徴的なスピードカプセルがわかる、アメリカ航空宇宙局のエイムズ研究センターでは3機の CV990 を観光下で容易に音速を突破でき、水平飛行でも時速1 0 0 0トルを超えられる唯一の大型チェース機、高速実験機として約30年間運用していた。炎上する。 N712 なスイス運輸博物館で展示中の元スイス航空の CV990A の客室。2から3配列スパンタックスの CV990A。出力を絞った着陸時でも黒煙が見られるスカンジナビア航空のコンベア CV990。ありがとうございます。